アイテム番号 SCP-223JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。 SCP-223JP の完全な収容はなされていません。 SCP-223JP の影響を受けたとみられる飛行物体 SCP-223JP-1 の発見があった場合、ヘリコプターを使用して追跡及び誘導を行い、近隣の指定地点に SCP-223JP-1 を誘導します。飛行状態の SCP-223JP-1 は目視が難しいため、レーダー機能かサーモグラフィを使用してください。SCP-223JP は接近する飛行物体から離れようとする性質を持つため、誘導の際にはこの性質を利用します。SCP-223JP-1 が着陸後、不活性状態になったと判断した時点で回収を行ってください。SCP-223JP-1 同士が接触し、墜落事故が発生した場合も、それらの機体を回収します。回収された SCP-223JP-1 はサイト、8123に移送され、標準収容コンテナに収容されます。墜落事故が発生していた場合は、現場の判断により適切なカバーストーリーを適用し、処理を行ってください。SCP-223JP-1 の発生源が特定できた場合、カバーストーリー、不発弾の処理を適用し、巣を周囲ごと確保後、サイト、8123へ移送してください。確保された巣は常に観察し、SCP-223JP の発生に備えてください。説明。SCP-223JP はアリに発生する異常現象です。財団が確認する限り、そのほとんどはクローオアリの結婚飛行時に発生することが分かっています。SCP-223JP は主に5月に発生し、同月中1回から3回発生したケースが確認されています。また、降雨量が少ない場合は発生しないことが多く、降雨が SCP-223JP の発生頻度に関わっているのではないかと考えられています。SCP-223JP の影響を受けたクローオアリの巣では、本来の結婚飛行とは異なり、新生1個体とオスアリが数匹出現します。それらは飛翔後、SCP-223JP-1 に変化します。以下、S-1 と簡略化して表記。女王アリは S-1-A、オスアリは S-1-B と記述。S-1 は自立して活動する回転翼式航空機、ヘリコプターです。S-1 の外見、機種は多様であり、同種の機体が見られることは稀です。S-1 は無人での飛行を行いますが、構成する物質に異常な性質は見られず、通常に販売された基地の機種であることも少なくありません。S-1 は2機から6機ほどに同時に出現し、出現した S-1 群は離陸後に200メートルから300メートルほど上昇後、上空で編隊飛行を行います。上空に存在する S-1 群は未知の効果により光学迷彩に似た状態になっており、周囲からの目視は困難になります。また、S-1 以外の航空機から離れるように飛行する性質があるため、財団ヘリの接近によって S-1 の飛行経路をある程度誘導することが可能です。S-1 群は編隊飛行中、特徴的な行動をとります。その行動は、女王アリが変化した S-1、S-1-A、に、オスアリが変化した S-1 機体、S-1-B が接近を行おうとするものです。この接近行動の際、しばしば S-1-B 同士の接触が起こり、墜落の事故が発生する場合もあります。編隊飛行は10分から15分程度継続され、最終的に S-1-B の1機と S-1-A の2機体のみが並んで編隊飛行状態となります。
他の S1、B 軍は大きく速度を落とし、2機体から離れると着陸を行い、急速に不活性状態となります。残った2機の S1 は5分ほど並行した編隊飛行を継続した後、障害物のない開けた地点で着陸を行い、通常のクロオオアリの新女王とオスアリに再度変化します。オスアリはその後死亡し、新女王アリは通常のクロオオアリと同じく、羽を落とした後、並走行動を始めます。これらの行動には何ら不自然なものは見られず、自然状態のクロオオアリと同じように振る舞うものです。不活性状態となった S1 群の再活性化は未確認です。通常のヘリコプターとしても使用が可能であり、異常性は見られません。現在、回収された S1 群についての研究が行われていますが、光学迷彩効果を生み出す機構については不明です。SCP-223JT は2000年に広島県で公園や山内といった奇妙な場所でのヘリコプターの離陸や、無人での墜落事故、着陸後の消失といった事案が発生したことが財団の興味を引き、調査によって発見されました。確保された巣からの再発生を含め、現在までに12件の発生が確認されています。2000年現在、いくつかの S1A 専用営巣地点と S1B 軍着陸地点を財団が確保しており、SCP-223JP が発生次第、S1 を誘導する指示が出されています。ホイ、2000年4月11日、南米アマゾン川流域の編集済みにて10機以上の AH-64 の離陸が確認されました。周辺地域に同機種運用国の基地が存在しないため、S1、B に変化した軍隊アリアカの U ではないかと推測され、2000年現在、財団のアメリカ支部が調査中です。クロオオアリ以外で S1 化した唯一のケースであり、日本支部でも研究が進められています。